K.J. マクダニエルズこと、ケビン・マクダニエルズ・ジュニアは、アメリカ合衆国、アラバマ州バーミングハム出身のバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズなどに、所属していた。ポジションは、シューティングガード。クレムゾン大学で3年間プレーし、2013から14、シーズンは、平均17.1、得点7.1、リバウンドに2.8ブロックショットを記録し、 ACC のファーストチームと最優秀守備選手賞を受賞。これで自信をつけたマクダニエルズは4年生の2014から15シーズンはプレーせず2014年4月2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。32位でフィラデルフィアセブンティー・シクサーズから指名された。2014年10月にセブンティー・シクサーズと1年50万ドルで契約。 入団したセブンティー・シクサーズでマクダニエルズは開幕から連敗が続く中でシックスマンのような形で起用され11月29日のダラス・マーベリックス戦では21得点13リバウンドのダブルダブルを記録平均9.2得点3.8リバウンド1.8ブロックショットを記録していたところがマクダニエルズと1年契約しか結んでいなかったセブンティー・シクサーズは シーズン終了後に制限付け FA となり、マクダニエルズの価値高騰化を恐れる形で、2015年2月19日のトレード期限日にアイザイアカナーントのトレードでヒューストンロケッツに放出。加入したロケッツでは、負傷が相次ぎ、4月に右ヒーチの手術のためにシーズン終了。プレイオフにも出場できなかったが、7月18日に、 ロケッツと3年1000万ドルで再契約した。2015から16シーズンは37試合の出場に止まり、2016年1月20日のデトロイトピストンズ戦ではアンドレ・ドラモンドに対するファウル要因として起用され、わずか9秒の出場時間の中で5ファウルのチ記録を残した。2017年2月23日、ブルックリン・ネッツに移籍した。 2017年8月17日、トロントラプターズと契約したが、シーズン開幕直後に解任された。ありがとうございます。